死に損ないしかいない。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。どうですか。上野駅。今日はね、上野なんかマジで言おうしない。俺結構買い物といえば上野に行くタイプの人間。今日はできるだけ近寄らタイプじゃない。今日はディープな上野をね、このアクションカメラをつける。お、俺がちょっと超じゃない。上野の歩き方を教えてもらう。上野の歩き方とな。まあちょっとディープな人っていうのがあるんで、はい、ちょっとまだ知らない上野を連れてって、はい、遊んでみたいと思います。はい、行きましょう。はい、レディーゴー。もうまたなんかこんなとこ入ってからに。でもまあここはまあまあ、うん、抜けると雨横っていう。ドブ板？ドブ板は横須賀です。違ったみたい。でもなんか美味しそうな店たくさんあるけど。そうね。牛カツ、牛カツ行こう。牛カツ好きや。牛カツ好きやった。うまいよね。俺食ったことないよ。え、マジ？うん。美味しい。それはあかん。あかん。早く食った方がいい。うん。うわ、ちょっと俺初めて来たかも、ここ。あ、マジ？すっごいな。アメ横。アメ横ですけど。はい。アメ屋横丁。アメ屋横丁。アメ屋横丁略してアメ横の。ケバブはね、食べていい。あ全然食うよ。生牡蠣がある。うな重特上1000円やって、安っ。安いんや。あでも、あんまり安いイメージないけどな。靴めっちゃ売ってるで。アメ横は靴の街です。あ、靴の街なんや。あ、しかもなんかやってんねん、撮影。なんか撮影してます。 NHK です。ここはやばい、クルちゃん、俺もうダメかも。こっち行こう。この間も原宿で舌打ちしてました。原宿でエビかったね、今。そうね。今回紹介したいのは、はい、センタービルというビルの地下です。どこですか、このセンタービル。もう見えてる、これ。あ、これだ。リーチ食品市場、これね、やばいっす。あ、そう。じゃあこっからははい、ちょっとカメラ貸して。オッケー、行きましょうか。はい、なるほど、匂いきついか。あとペットショップの匂い。あとちょっと最近ね、話題になってる、あとこのアメ横の上にこの昆虫食自販機。絶対やめた方がいい。グラノーラバーならいけそうだ。いや無理でしょ。タガメサイダーの。いや、まあかんあかんあかん。江ノ島サイダー。いやー、そう、もうソーダサイダー。あかんあかんあかん。いや、もうえぐえぐえぐ。お楽しみ観光。あ、まあかん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 。今回これはですね、なしということで。まあね、センタービルはこういうちょっとディープなビルですね。でもスニーカーショップとか結構多くて。肌に合わねえ。大阪こういうとこないんですよ。あ、大阪っぽいっちゃ大阪っぽい。
いや全然ぽくない。あ、本当？イメージ大阪っぽいね。なんかまたちょっと質ちゃうわ。OK。 今日でね、長者の子上の好きって言わせたいって。どんどん嫌いになってる。こっちはね、あ、もうとっと疲れました。ここにちょっと大人のコンビニ M 座ある。なるほど、行ってみましょう。若くん回さない方がいい。あ、座席一緒になってるね。じゃあちょっと一旦切りやー。はーい、ちょこっとだけネタ見ていいですか。見よう。10分ぐらい。これ1月9日もね、楽しみ。行きましょう。あれ、牛カツは食わなくていい。まあ、今お腹は別そうだ。あ、ここも結構もう朝からやってるよな、この飲み屋。よう飲みましたよ。新世界みたいやな。あ、そうかもね。この飲み屋の感じは、あっちのなんかいろいろ売ってる感じはなんか初めて見るね。やっぱ大阪にもない感じやな。 あとは有名なチョコのたたうき売り、1000円でガンガン詰めていくっていうのがそっちにある。1000円やってみる。チョコレート食えないからいいやん。行く、行こうか。やってきます。今日は小田原から。すっごいね、ね、たたき売りです。あ、いろんなチョコレートを袋に詰める。なるほど。あのおっちゃんが詰め込んだ。あ、おっちゃんが勝手に詰めるってこと。そう。なるほど。大阪から来たというよ。あ、言って、じゃあ当時は言ってきて、あの俺撮ってるから。ありがとうございます。はい、人気のチョコフレークがあります。人気のチョコフレークあります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで俺どこから来たか聞いてくれないの。ねえ、さっきまで聞いてくれる。小田原がどうなこうの言ったくせに。大阪って言うつもりだったの。どんな感じですかね。あ、すごい、ね、めちゃくちゃ入ってる。まあ、1000円やったらやっぱ得かな。おお、まあ、限界で言ったらまあ200円ぐらいなんでしょうけど。出ました。いやでも楽しい気分にはさせてくれる。あ、そうね、うん、エンターテイメント、エンターテイメント、エンターテイメント、うん、もうエンターテイメントのお金払うみたいな感じですよね。そうですね、うん、はい、まあでも普通にコンビニで買ったら絶対安いよ。あ、まあね、うん、そうですね、1000円やったら。しびれタレカツ丼って書いてある。すごいね。まあでも私は今一番ここに行きたい。アミヤ横丁。はい、ということですね。まあ、あの上野楽しんでもらいましたけど、うん、楽しかった。本当、うん、最後のがいいです。最後 あのチョコのおじさんにすごく救われました。あの、じゃあまたプライベートでこう、はい、上野帰りも一人で、はい、来ますか、来ませんか。来ません。ダメだった。あの上野非常に楽しいな。いや、本当に本当に、はい、全然全然、そのね、うん、あのここの水が合う人たちは本当に楽しいと思います。そうです、そうです、うん、はい、よく元カノと来てます。ね、珍しいものを見るの好きな人とか、 あ、 そう、ね、あと飲むの好きな人とか、あとファッション好きな人とか、ね、なるほど、はい、上野遊びに来てください。はい、チャンネル今日に上野紹介してみた。お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。高めるに行こう。めっちゃおもろい。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。
これ、はい。